10日で始まりますよ、もう。あと10日ぐらいで始まっちゃいますよ、皆さん。なんだかんだ早いな。てかやっぱ2月が月短いんで、ファーストシーズンでなんか正月とかの忙しさ、年末年始の忙しさとか、新年度の忙しさも相まって、なんかファーストシーズンすぐ、なんかなくなるっていうか、過ぎ去りますよね。なんだかんだ。これどうしよっかな。とりあえずフレームヘリオン行っておくか。ところてんさんこんばんは。いつもありがとうございます。またね、セカンドシーズンになるともうゴールデンウィークイベント来てすぐサマーイベント始まると思うんで、またそれはそれで熱いイベント続きますからね。てか石大丈夫かな割と自分使ってますからね、なんだかんだ。ペトラ引きに行きましたし、今回ペトラ引きに行きましたし、ちょいちょい欲しいキャラクターゲットしに行ったんで、うわ、これ相手金麦置いてくるかな。一応これ面白い手としては、ここにブルハ置くんすよ。で、相手がこれ D の6に置くんすよ。それに対して自分が E の、6に置くことによって、相手 F の6に来た時にブルハ刺さるっていう進行あるんですけど、いや、それは厳しいわ。それはちょっと E の6いけないですね。ここで E の6打って相手に取ると、燃やせるっていうのはあるんですけど、いや、ちょっとそれきつくねえか。いや、ちょっと、でもやってみるか、ちょっと。これ普通に言っても無理なんで、やってみるか。取ればブルーハが刺さるっていう感じの進行ですね。ただ結構 D の6は強いキャラクター置かれがちなんで、この当てる手がきついんですよね、単純に。最近はヒプノスリーダーとかも多いんで、ヒプノスに対してこれやっちゃうと、まあ、普通にコンボスキル食らうんで、いや、1.4 倍状態でこれはちょっとやりすぎかな。でも考えてますね。アタッカーいないんかな。あ、アタッカーいない。それはラッキー。それめっちゃラッキー。よかった。ただ、勝てるとは誰も言ってない。いや、引き強いぞ、ただ。一応これでブルハが刺さるっていう進行ではあるんで、もうこれは早めに、いや、ベルーが置くのか、それとも何置く？もうベルーが置くか？いや、わからん。あー、ベルーが置いとくか、ちょっと危ないから。ベルーが置くことによって、相手はこれ A の1にもちょっと置きづらいっていう形組みましょうか？まあ、とはいえ、さすがに A の1は来んのかな。さあ、どこ行く？これで相手の A の位置ちょっと行かせづらくして、次はオフィンフィン置く感じかな。でもちょっとまだ HP 高いですもんね、とはいえ。まあまあ、さすがにそこには来るか。まあ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 、アベルでしょ。どう考えよっかな。あー、なるほどね。3枚返しあるけどな。パーラちょっと打っちゃうか。パーラ打ってパーラ取らせてみたいな感じですかね。で、いやー、でもちょっと HP が怪しいか。ここは絶対取ってくるんで。で、オフィンフィン C の位置に置いてコンボスキル使いながら、なんか置けたらいいですかね。ちょっとあんまりの、うわ、それはやばいわ。そっちか。まあ、それだったらまだ、マシかな。オッケー、ここでのテュポンでかすぎ。何置く？本当はちょっとアベル置きたいんですけど、そこまでのんびりできないんで。こうかな。いや、でもコンボスキルないから先に、あれでもよかったかな。この向かい風、乗り切ってみせよ。相手がどこに置いてくるかっすね。
C の5だと結構嬉しいですけどね。 C の5だったら B の6にアベル置けば燃やせるんですけど、まあでもミューズの動線通るからな、それだと。うわ、そこ忘れてたわ。そうなるでしょう。二枚返し、まあ燃やすしかねえな、これは。これかな。まあさすがにここ一発は耐えると思うんで、ヤンドーラもいますし、で相手が C の5を置いてきて、アベル最後に B の6、いや飛ばせるかそれ。ちょっと飛ばない説がにわかにあるんじゃが、ドラえもんさんと渚さん、クリサラゲットしたら何、一応あのハイサロの枠を交換したいですね。うわ、なるほど。そう来るか。これ何が一番強い？いや、飛ばせるな、これ。2枚もやしなんで、2枚返ししながらアベル、これでかな。いや、オッケー。もう S ゴマ全部使ってこれか。S ゴマようやく4枚使ってギリギリでしたね。